ね。そうなんです、さっきいるんですよ。ねえ、おはようございます、柴田です。柴田泉先生おはようございます。おはようございます。他にもね、あのいろんな、おはようございます、店長さんの、おはようございます、おはようございます、弘前の稲垣です。こまちゃん、こまちゃんです。あ、おはようございます。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 ご苦労様です。おはようございます。はい、そして今回あの日韓のその囲碁の対決だったので、うん、いらっしゃい。浮き出た、キムちゃん、キム先生ですね。韓国のキム先生、アニュハセヨー。皆さん、アニュハセヨーってどういう意味かわかりますか？アニュハセヨーって、はい、おはようございます。そう、この強い、プロの先生です。よろしくお願いします。昨日ですね、岡田先生とあのキム先生とあとリュウ先生、で石田敦先生のペア碁っていうので、男女あの2組があの日韓対決する。あ、おはようございます。今あの今誰に話した？はい、あ、ミラクル福山のどこですか？これは福山の新幹線の助けつ売り場。わかりました。ここを出ると、はいはい、出るとジャジャジャンっていうあのお城の光景が多分広がってると思う。ああ、そうなんだ。結構福山城ってね、すごいんですよ。かっこいいんですよ。番号入れるから。来た来た。ほら、来ましたよ。あ、ちょっとあんまり見えないですね。まだ石垣しか見えないです。まるちゃんもおはようございます。皆さん見てくれてます。あ、見えるかな、まるちゃん。まるちゃん、まるちゃんです。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。いつも撮影係大変ですね。あのね、まるちゃん今回あの完全カメラマンスタイルで来てくれて、ねえ、本当かっこいい。かっこいいですよ。かっこいい。大丈夫です。コマちゃんが後ろに転がらないようにちゃんと守りつつ、コマちゃんの、 あの移動介護人も務めてらっしゃるんですね。介護人。確かに今ね、この石垣を登っていくわけにいかないもので。そうですね、うん、ここあれ待って、そっちに行っていいのか。今もしかしたら福山、あ、福山だ。あ、ここそう、福山駅っていうとこなんですよ。広島県福山。岡山県。あ、じゃあ岡山県ですか。あ、じゃあ広島県。広島県ってなんか変な感じですね。広島です。浜野浦は岡山でしょ。違うんですよ。広島の近く。友の浦の近くですよね。そうなんです、そうなんです。あとね、広島の、あ、この福山の駅から車で 2,30 分で、あの友の浦っていう。友の浦、うん、友の浦のあの街もすごい綺麗なとこなので、本当は、ああ、いいですね。ちょっとそこは車椅子は登れないな。ちょっと、ちょっと待って、そこは無理だぞ。待って。皆さん、あの車椅子のことを考えないで登っていってしまったんですけど。由美子先生、ちょっと車椅子そこ登れないので、ちょっとあの福山美術館が向こう側にあって、おうおう、でそこがあの結構お城が綺麗に見えるので、そっち側はちょっと行ってみましょう。いいです。スロープはなんか上まで行かない方が城が綺麗に見えるかなって思ったんですけど、いいですか？
そうなんです。なんか、いや、昨日聞いたら、なんかその福山美術館のところで体操やろうと思ってたんですけど、なんかね、その場所がどこになるかもまだ分かんないっていうような感じだったから、私もどこにするかを定位置を決めてなかったんですけど、じゃあちょっと美術館、美術館、はい、美術館、すが、はい、では、はい、進みましょう。はい、ありがとうございます。すいません、すいません。今ね、なかなかこのやっぱりあれですよね、バリアフリー感覚っていうのが日常を過ごしてると、ね、なかったりするから、車椅子でも、あ、車椅子だといけないかなとか、ね、そういうところはなかなかまだあるという、どこでも行けるわけではない。まあまあ。これはしょうがない。しょうがない。そういう、ね、普通、階段で登るっていう感覚があるから、やっぱりしょうがないね。で、ちょっと、本当にこのね、ものすごい高いこの石垣があって、これ多分登ってここまで行けない感じです。うん、すごい、すごい石垣ね、でもね。これは忍者。なんかの、忍者じゃない？石垣自体がちょっとワイルドな感じ。確かに、そうですね、ワイルドな感じです。ね、なんか。日本地図を持ってきました。だから私、トモラーラは岡山県とばっかり今まで思ってたら、広島県で、福山から15キロぐらい海、実は、トモラーラまでだいぶ離れてますね、15キロもね。トモラーラからね、ちょっと離れてますね、確かに。そうなんです、そうなんです。ちょっと待って。友の浦、バスも出てるんですけど、結構なんかやっぱり自由に行動するにはタクシーが便利で、で、タクシーで結構行ったり来たりっていう感じになってたので、結構タクシー代がかかっちゃいますよね。でも多分ね、そういう観光客が来ると、きっと街もね、少しずつ潤ってね。今回この、第12回目の21世紀の朝鮮通信誌っていうイベントで、私2回目の参加だったんですけど、これが最終回っていうような話で、まあ、来てるんですけど、なんか囲碁の、プロの棋士の先生たちとかがものすごいこれからも続けていきたいっていう感じで、市役所の方にね昨日すごい言ってくれて、あ、そうなんです、最終回なんだよね、最終回のはずなんだけど、もしかしたらまだ続く可能性が出てきたかなみたいな、猫が詰めそうに、福山城、福山城博物館って検索したらこういうの出てきました。綺麗なお城ね。ね、そうですよね、そうなんですよ、ね、見えるかな、うん、すごく綺麗なお城でした。あ、向こうの方に今城が見えてきて、見えてきてます。あの広場のところが多分ほらほら、お城見えますかね。お城、今右の方にお城が結構綺麗に見えて、あ、画面だとちょっと見えないですね、曇ってる感じ。あ、確かにそうかもしれない、てか私の向きが悪いのかな、小さすぎるのか。こうやって見ると全然お城見えないですね。見えないで、見えないですね。
もうちょっと行ったら見えるってことで、なんかこの赤いモニュメントの後ろの方に、え、なんで本当だ、見えないですね。見えない、画面では見えない、この幻の後ろなのかしら。開けた、あ、ちょっと見えた、なんかちょっとこの辺、この辺、この見える見える、見えますよ、見えます、はい、ありがとうございます。全然あれですね、もっと見えるイメージだったんだけど、うん、なかなかこの画面で出すのってもっと近くまで行かないとダメなんですね。いやいやいや、ガウディ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 どこにありますかね。教科、あ、本当だ本当だ、なんかサクラダファミリアみたいな感じのが ね、ありますね。なんか福山城の向かいのところにこんな建物が見えます、見えます。うん、なんか教会てて、教会、桜田ファミリー、なんかカプ、なんだろうこれは、ちょっと真似しちゃったの、真似しちゃったわけじゃないです。ヨーロッパの教会はみんなこんな感じですね。いや、だからヨーロッパの教会みんなこんな、うん、だからこれも教会じゃないですか。教会なんだろう、うん、そうですよね、そうですよね。もう座談会は2人さんも、うん、あ、これ撮ってたね今ね。じゃあちょっと、あ、ここに来たら見える、すごい見える、すごい見えるところに、がここまで来たら絶対見えるな。うんうんうん、ありがとうございます。うん、ほら、あ、きれい、きれい、見えます。見えます。じゃあここで朝の体操したいと思います。いいですか。何としてもいいですね。ここまで来たら何としてもやんなければ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと壊れた。一瞬これ持っててもらっても。まずは正しい動きをご覧ください。背伸びの運動から、はい、前から上に上げて横へ下ろします。腕で背筋を伸ばします。腕と足の運動、1、2、3、4、腕を横へ振り、足もかかとを上げたり下ろしたりしながらしっかりと曲げて伸ばします。5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。横へ腕を振って斜め上に上げます。5、6、胸を反らせます。1、2、5、6、横曲げです。左横へ曲げて、もう一度曲げます。右横へ曲げて、
もう一度曲げます。繰り返しましょう。かおりさんが入ってない。前後に曲げます。かおりさんが入ってない。あ、そっちの方がいい。手を腰に上体を反らせて戻します。もう一度1、2、3、4、5、6。腕を振ってからねじります。左側、右側、3、4、斜め後ろ大きく振ります。体側へ、右側、3、4、5、6。足を戻して腕と足の運動、肩、上、肩、下、力強く素早く腕を曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。足を開いて斜め下、柔らかく二度曲げて正面で胸を反らせます。反対側へも二度曲げて正面で胸を反らせます。1、2、5、6。大きく体を回しましょう。腕を伸ばして大きな円を描きます。反対側へも大きく体を回します。1、5、6。足を戻して両足跳びです。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動です。1、2、3、4。腕の振りと足の曲げ伸ばしに合わせて呼吸を整えます。深呼吸です。深く息を吸って吐きます。5、6、7。繰り返しましょう。ラジオタはい、皆様、これ今日ちょっとこれ以上タオルとかボールのアイテムがなかったりとかするので、今日ちょっと朝の体操これでおしまいで、なんか最後と付き合ってもらっちゃって申し訳なかった。大丈夫ですよ。景色が良くて良かったよ。ね、はい、一緒にお散歩している気分で。よかったです、よかったです。ちょうど今お城の天守も綺麗に見えて、あ、見えてます、はい、ありがとうございます、うん、岡田先生、お久しぶりです。ゆみこ先生、お久しぶりです。久しぶりです。今ね、スクリーンショット撮ったから、うまくいったら LINE 出しときますね。 ありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様でした。失礼します。さっきご紹介できなかったんですけども、ちょっと広島 の、 山本プロです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。広島県で、はい、そうですね、住んでるのは、まあ、父は私だけだと思うんですけど、うん、広島県で住んでるプロ棋士、唯一の子です。この広島の達成に、はい、そうですね、はい、はい、まあ、でも6年ぶりぐらいに動いたんで、多分この後筋肉痛だと思うんですけど、ラジオ体操で筋肉痛になるかもという。いや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 、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。良い一日を。はい、ありがとうございました。気をつけて。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。